NK、芋キは、クロアチアのスプリットイコールダルマチア軍、芋キをホームタウンとする、サッカークラブである。世界で最も美しいスタジアムの一つに、選出されたことがある、スタディオンゴスピン、ドラツ1991年3月31日に、創設された。クラブ創設日は、血まみれの復活祭として知られるヨシプヨビッチが、クロアチア紛争の最初の犠牲者となった日でもある。 最初の公式戦となった NK コニスコ戦は、芋付きが5から1で勝利。この試合で、クラブの公式戦初得点を記録したミリエンコ、ネナリッチはその後すぐに、クロアチア紛争で亡くなった。2002年1月に、ドルガエイチエヌウェルに所属していた、芋ツカ・クライナと合併、芋ツカ・クライナに代わって、ドルガエイチエヌウェルに参加した。2007年10月、 ユニフォームに描かれたスポンサーの建設会社、ゴイコウンド揺れのロゴ、グギについて大きな U の中に、文字が赤から始まるクロアチアの国章ではなく、クロアチア独立国で使用された白から始まる紋章が描かれており、ウスタ社の紋章を掲げる意図があったと指摘された。クラブのネデリコトロ会長は、スポンサー料が支払われている限り、 グギのロゴが描かれたユニフォームを着用する義務がある。気分を害する人がいることは理解できるが、一つの文字と文章のために、貴重なスポンサーを手放すことはしないと述べた。しかし、ドルガ HNL のクラブ協会は、国際サッカー連盟、クロアチアサッカー連盟の規則、クロアチアの法律に違反しているとして、ゴイコウンド揺れが現在のロゴを使用する限り、 ゴイコウンド揺れを宣伝することを止めなければならず、ユニフォームの他に、スタジアム周辺の広告からもロゴを削除しなければ、ならないと発表した。ドルガ HNL には10年以上所属し、2013年に、トレチャ HNL に降格した。2013から14シーズンに、トレチャ HNL で優勝、ドルガ HNL に復帰した。2017年に、トレチャ HNL に、 広格、2017から18シーズンは、トレチャー HNL、南地域に所属した。2017年8月16日にディナモ・ザグレブと協力関係を締結した。2017年9月、ホームスタジアムのゴスピン、ドラツが BBC が選ぶ世界で最も美しい銃のスタジアムの一つに選ばれた。ゴスピン、ドラツは他にも、コパ90、ディスブログルールズ、 アディのスタジアム特集でも取り上げられたことがある。ありがとうございます。